言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、タンクのこれをこう被るとちょっと腫れてるところが少しごまかせるというか、まあちょっと見たらね、まだ腫れてますが、という感じです。で、声がこんな感じなのは花粉症にやられましてね、仕事してたんですけど外にいたもんで、ずっと、で、強風に吹かれていましたら鼻がおかしくなってね、で、家帰ってきてからもいろいろおかしかったんで、点鼻薬とかもろもろやりまして、この結果でございます。まあ、声はこんな感じですが元気ではあります。ちょっとお聞き苦しかったら申し訳ありません。はい、という形でスターライトプラス BE:FIRST ライブ見させていただきました。鳥でありましてすごいなって思って、うん、でもキャリアで言うとね、実は出演者の中で決して、まあ、新人っていう感じでももうすでにないけど、貫禄があるけど、ただ実際のところまだね、デビューしてそんなに時間が経ってるグループじゃないんだけど、なんかすごいベテラン感があるなと、ね、身内からも思ったりしますけど、いやーすごかったですね。東京ドーム公演見た後のやはりね、こうフェスっていう部分で、またフェスの彼らはね、かなりオラつきますからっていう部分もあったんですけど、結果的にすごく曲数も多かったじゃないですか。曲数もね、セットリストっていうか、自分で見てメモりながら見ていたんで言いますけど、まあ考えられて作られたセットリストでもあったなっていう部分と、やっぱり色合いがね、すごく彼らはたくさんの色があって、うん、また素晴らしかったですね。うん、でやっぱね、一個前の動画で他のグループのファンの方とかの反応っていうのをいろいろと紹介させてもらいましたけど、あれだけじゃ全然足りなくて、まだ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 本当にいっぱいいます。たくさんあります、 X で。うん、やばいです。うん、今までで最高値じゃないかな。そういう多端の方の反応っていうのね、うん、時々目つぶってるのはね、ちょっと目もかゆいんでね、あと声もこんな感じなんで花粉で嫌ですね。うん、はい。花粉症ってそれ BE:FIRST メンバー大丈夫なのかな。大丈夫そうでしたね。なんかこうね、声出す時も高音とか出す時に、一応私もたまに歌ったりしてるんで、今絶対歌えないですからっていうのあるんですけど、なんだろうな、結構その前に出ていたワトウィンさん、バディーズさん、ノアさんね、なんかこうがっつりと、なんでしょうね、ボーイズグループというかアイドルではないかもだけど、ワトウィンさんは結構ゴリゴリのヒップホップの感じでというか、まあぶっちゃけマーゼルの出ていたフェスで一回見てるんで、非常にかっこよかったですよね。うん、でバディーズは初めてでしたが、あれですね、スターダストの子たちで、エビダンの子たちかな。まあスターダストのシステムはあんまり詳しくはないけど、でもなんか本当にアイドルの感じで非常に良かったですし、なんかね、ボーイズアイドルっていう部分でやっぱりスターダストのその力っていうか、そのなんだろう、そういうのってすごいいいなって思いましたね。ノアさんもすごい人気でお一人でやってましたが、ダンサーさんとかいたけどね、一人でやってて感じすげえなと思いました。でやっぱ色合いとしてバディーズさん、ノアさんが続いた感じで、ワトウィンさんは結構ヒップホップゴリゴリで、どっちかっていうと BE:FIRST に近い感じのグループかなとは思ったんですが、まあ色合い的にね、どういう風にやってくるかなっていうところもあって、まあ昔で言ったら心配もしたけど、 BE:FIRST なら大丈夫だろうという、今となればそんな感じにも思っているので、まあ全く心配はしておりませんでしたし、当然心配は何にもありませんでしたが、まああれですね、 MC ほぼほぼなしで13曲やってたというところで、気合をすごく感じました。気合というか、うん、貫禄ですね、まさに。メインストリーム、ムーブオン、ミリビリ、ブレイブジェネレーション、スピン、グローアップ、ドントウェイクミーアップ、ソフトリー、SOS、サルビア、バイグッバイ、グレイトミステイクス、ブンブンバックでしたね。うん。いや、良い意味で本当に化け物と呼ばれてました。体力お化けと言いますか、すごいですね。うん。いや、本当そうなんですよ。なんていうか、ロックインジャパン2023で見たモーニング娘さんが非常に体力お化けで、まあ同じステージでね、BE:FIRST もやりましたが、多分なんだろうな、フィジカル的な体力の部分で言うと、多分あの時の BE:FIRST は
2023と言いましたが2022年のロックインジャパンでした。失礼しました。2023はももクロちゃんを見たんです。はい、2022のロックインジャパンね、うん、まあ2年前になりますから、約あの頃の BE:FIRST は体力的な部分とかで、もしかしたらまだモーニング娘さんのその体力お化けの部分に追いついていなかったかもしれないけど、多分今だったらね、うん、体力でも張れますね。まあ張るところじゃないんだけどさ、うん、いやまあ爆発だったりとかね、モムスさんはでも非常に人数も多いしね、うん、っていうことで、BE:FIRST のねライブを見てくださっていたというところで、一時ちょっと動画にさせてもらったこともありますけど、うん、まあなかなかちょっとね女子アイドルを追うっていう形になりづらくて、うん、なんかちょっと追ってればよかったかなって気も今はしてますがね、うん、まあそれはそれでございまして、うん、でですね、まあとにかくそんな感じでした。でセットリストに関してやっぱおらついてると言いましたが、 BE:FIRST のイメージでやっぱ初見はちょっとね、だいぶこうなんかいかついというか怖いみたいなイメージもついたりなんかするところもあるけど、メインストリーム、ムーブオン、ミリビリあたりは、まあ、ヒップホップゴリゴリでね、ムーブオンはヒップホップってわけじゃないけど、低音をゴリゴリにやってきて、まあでもあれもヒップホップ要素やラップ要素は強いですけどね、うん、まあヒップホップっていうかラップ要素かな、うん、ラップ要素は強いですけども、ね。メインストリームやミリビリなんかはまたヒップホップ要素といいますか、そういうところもあるかなっていう、まあラップヒップホップ要素の話をすると、まあ、いろいろとまたあるんで、まあ、基本的には同じではないんだけどね。まあでも、その辺です。うん。で、ブレイブジェネレーション。シュントくんががっつりと煽ってね、俺たちは待ってたんだろう、みたいな感じのね、あれはいいですよね。うん。普段のおっとりした喋り方、赤ちゃん喋りのシュントくんがね、ライブでは表現しますから、あれも非常に見てて心地が良い。で、スピンですね。うん、だから、ブレイブジェネレーションもね、これはまあロックの要素が強い楽曲ではあるけど、まあオラオラ系の楽曲なんで。で、スピンもね、がっつりやっててね。うん。でまあ、このメインストリームからスピンまでは、まあ言ってみればヒップホップの要素とか、ゴリゴリにオラついている感じの要素が強いところでございましてね。で、りょうきくんのね、パフォーマンスにかなり皆さん惹かれていた方が、多端の方でも多かったですけど、まあ初手サングラスかけてて見た目的にもインパクトもありますし、で当然ですけど彼のねあの通りの爆発力ですから、まあ当然ですけれども皆さん気になるよね。でどうなのかな、もしかしたら朝ドラの撮影とか今やっているのかもしれず、相当忙しいんだろうなって気はしているんだけど、まあもしかしたらいろいろと緊張したりとかするところでも、まあ伊藤沙莉さんのねインタビューで打ち解けてきているって話をねその時にしてたんで、今となればもう大丈夫だと思いますけど、結構そういうところでホームとして戻った時に BE:FIRST 安心するんだろうなってところがやっぱりありますよね。これとはちょっと関係ないけど、アエラのインタビューの話で、アエラさんね、りょうきくんが表紙務めますけどね、そちらの方でのポストでBE:FIRST がホームみたいな話がちょっと載っていたので、まさにその通りなんだろうなって気がします。アイラではりょうきくんの撮影の話なんかも出たりするのかな、まあそんなことも考えました。でスピンまで行った後にグローアップ、Don't Wake Me Up、ソフトリー、 SOS って続くけど、ここはちょっとこうなんかゆったりして、こうなんだろうな、そこまでのヒップホップの要素や強かったところからなんかこうおしゃれにね、クールにちょっとチルい感じで決めるところですね。まあチルいと言いつつ、 Don't Wake Me Up はもうね、クラップクラップ、手叩け、手をこうしろ、飛べみたいな、そういう感じの曲ですけどねまあまあ、うんうん、そうっていうことなんですけれどね。だからまあグローアップがさ、やっぱりこうなんだろうな、新しい感じのサウンドと言いますか、翔太くんもね、相澤翔太くんもね、グローアップいいねって言ってたところもあったし、そうだからね、あの音楽にすごい精通している、言ってみればね、良い意味の音楽バカの翔太くんがグローアップ褒めていたんでね、そういうところも含めてそうだし、ね、Don't Wake Me Up はね、ジョナス・ブルーのね、ありがたい曲だしありがたい曲で、ソフトリーね、スピンでね、りょうきくん、しゅんとくん、そうたくんがやって、でソフトリーでレオくん、龍平くん、ジュノンくん、マナトくんでやってて、とこでね、まあMC なしでやってて、だからスピンとソフトリーを入れることでちょっとだけ休憩タイムっていう感じで、だとしてもむちゃくちゃ やばいけどね、うん、っていうところですね。うん、
で、まあグローアップ、ドントウェイクミーアップも良かったし、でソフトリー、SOS、 もう SOS がね、なんかフェスでもうほぼ必ずやるみたいなところ最近は感じているけれど、あれいいっすね。なんかこう世界観っていうか、なんだろう、決してあの派手な曲ではないんだけど引き込まれる感じっていうか、うん、そういうところですよ。そうで、一個前の動画で語ったんですけど、まあ言ってみれば、なんか人によってはとか場所によってはなんか盛り上がりがあんまりなかったみたいな感じで思っていた人もいたらしいんですよね、ベスティの中で。なんですけど、なんかね、そういうわけではなかったみたいで、要するに他のグループのファンの方もやっぱ初めて見る感じの、なんだろう、グループだったと思う。当然 BE:FIRST のことは名前は知っていると思うんですけど、今となれば。ただライブで見るっていうのはやっぱりなかなかないじゃないですか。で今回見た時に、なんかペンラ振るの忘れてずっとこう聞き入ってたみたいな感じのやつが結構ね X で散見されたんですよ。だからつまり私たちもね、ギフテッド聞いたりすると地蔵になったりしますけど、多分そういうことだったんでしょうね。メインストリーム、まずその最初の曲のメインストリーム的な楽曲とかも、なんかやっぱりなかなかフェスとかで、ボーイズグループのねフェスでと言いますか、まずボーイズグループの楽曲でメインストリーム的なものってなかなか聞くことってないですから、そこも含めて結構やっぱり衝撃もねでかかったんじゃないかなって思ったりしますよ。うん。で SOS あって、その後サルビアですね。でサルビア、バイグッバイ、グレートミステイクズ、ブンブンバックで、ここはだからがっつり盛り上げる感じで、最初の方のねオラついてる感じのところから、この辺に来るともうね、まあバイグッバイとかグレートミステイクスとかの楽曲の色合いもあってね、みんなでこうニコニコして笑ってみたいな、タオル回してみたいなところだし、サルビアはね竜兵くんの冒頭のあれがすごくいいですけど、竜兵くんの、ボーカルが骨身にしみるっていう風にレポートしていた方もいらっしゃいましたが、確かにそうだなって気がします。彼のボーカルはなんか体の奥の方に染み渡って、まるで温泉のようだと思うことがあります。なんかちょっと温泉のようだってのもおかしいけど、はい。でバイグッバイのとこイントロでレオくんが MC をしていてね、まあなんかやはりこうフェスとかでね、他のグループ見に来た方々のためにも話す内容としてね、バイグッバイの前にレオくんが MC するのは結構もう名物みたいな感じではありますけど、その MC に感動をしていた人もたくさんいらっしゃいました。レオくんの言葉まっすぐ刺さってきますからね、はい。っていうことで、で今回そのレオくんに関してもね、レオくんの声質が優しかったり激しかったり、表現とかもいろいろっていう部分で、なんかね、多分スターライトのレオくんのボーカル、私も BE:FIRST のライブをまあ生でも見てるし配信でも結構見てますけど、まあ毎回やっぱりね、7人の中で、あ、今日はじゃあジュノンくんが調子がいい、今日はシュントくんいいみたいな感じとかね、うん、マナトくんが調子悪いところは見たことが一回もないんだけどね、うん、あれもすげえなと思う。レオくん今回調子良かったような気がする、うん、っていうこともありつつで、そうでグレートミステイクしてブンブンバック、そこで本気出しますみたいな感じで、本気のダンス見せてやるよっつってソータくんががっつりやって、最後にソータくんがガンと持ってったところとかもあって、うん、でブンブンバックのダンスに関してのヤバさっていうところは本当にみんな感じたみたいです、うん、っていうことですね。メインストリームのダンスってあれすごいんですけど、質感ってとこにこだわって、うん、でも多分その現地で見た人たちが分かりやすいダンスかっていうとそういうわけでもないので、ただね配信で見るとやっぱり配信では指の先とかもそういう風になっていたから、だからメインストリームで楽曲を、そしてメインストリームのコレオをレイナさんとソータ君で作った時に、やっぱり BE:FIRST も世界にっていうところでライブ会場にいる人も当然いるけど、ただどんどん増えていった時に配信で見るっていうパターンの方も絶対多くなるじゃないですか。でその時に配信だったらカメラとかの位置とかでメインストリームの時の
まあ、できないけどこれとかのとことか、なんかこのこういうとことかね、とこも全部見せられるから、そこでそういう質感こだわってるっていう部分も配信では見ることができると、その辺も踏まえて考えられた可能性ってのはあるのかなって気がちょっとしましたね。でも例えばブンブンバックなんかはね、あのそれこそ本当に分かりやすい振りで、もう現地でもガンガン盛り上げるという。でもなんかあれですね、あのもともとブンブンバックフェスなんかだと一番最初にやって盛り上げていくイメージが強かったけど、今回は一番最後にやったなっていうところと、メインストリームを最初に持ってくるっていうところもそうだしね。うん、今後こういう感じのセットリストとか、あるいは試しでやってるんですかね。なんかあの一時期スクリームを最後に、確か龍平くんの案っていう風に言ってましたけど、最後にスクリームをやってそれであのぶち上げて帰るみたいな、まあ、今回もね、あの最後のあの暗転させて、つまり電気をガンと消して See you soon とかね、また会いましょうみたいな感じでクールに去っていくっていうね、うん、そういう BE:FIRST ならではのね、そのやり方ですけど、うん、なんかクールなんですよね。そうそう、それが彼らのいいところだと思っていますが、あれに関してももしかしたら他グループファンの方はびっくりされるのかもしれないですね。うん、最後のありがとうございました的な感じのとかなくクールに去っていくっていうね、まああそこがね彼らの色っていう部分ではあるかもしれない。でそれをやるのに十分な実力があったりとかするというか、そういうところもあって、でそうだな、なんかね、あのバディーズさんとワトウィンさんがあの BE:FIRST 見ていたみたいで、でなんかねインライとかで勉強になったみたいな感じで言っていたという話があって、そうですね、だからそういう感じなんですけど、でもなんか勉強になったと言ってくださるのは、ね、嬉しいですけどね、本当になんかでも本当にそういう立場になっているんだなっていう気がします。うん、っていうことでね、でしかもねそれについて書いていたのがベスティじゃなくて、この方はバディーズさんとノアさんのファンの方みたいなんで、うん、だからバディーズとワトウィンの子たち勉強になったみたいだからっていうのとか言ってて、まあねそれすごいなと思う。まあダンスとかのところで勉強になったのかなっていうところとかね、まあいろんなのが上がっています。はい、でまあ BE:FIRST が本当にたくさんの人に見つかっててね、うん、よかったなと思うし、あとなんか本当にアーティスト同士でもねやり取りとかもねあったりとかしたというところも含め良かったですね。本当にダンスをたくさん踊るイメージがある人が多かったみたいな、若い子も多いので TikTok のブンブンバックとかのあれでそういうイメージも強いんでしょうけど、歌とラップのうまさっていうところにもびっくりされておりました。うんですね。でな、黄色いパンツっていうね、龍平くんだけど、龍平くんのオーラとか、そういうところが、まあ、ダンスも歌もだしね、そこの部分見つかってますね。うん、りょうきくんが当然見つかってるけど、なんかね、こう、私が見た感じで、まあ、りょうきくんの次に見つかってるの、今回、龍平くんかなって感じがした。ね、もちろん全員見つかってるんですけどね、オレンジの服着てた背高いセンター分けの子、ジュノンくんもそうだけどね、うん、まあ、本当に、たくさんの人たちに見つかってくれて私も嬉しいなと思います。そして進化しておりましたし、次京セラドームですよね。うん、またぜひ皆さん行かれる方は楽しみにしていただければと思いますし、うん、京セラドームの話はしませんので、あ、東京ドームか、東京ドームの今日話はしませんのでね、はい、あのがっつりとあの彼らの勇姿が見れると思います。はい、ということで、またそのフェスで見る彼らもね、単独ライブで見る彼らとは違う良さっていうのが実はあって、うん、基本その、まあ、今回はボーイズグループのフェスだったりしたから、まあ、言うてアウェイって感じじゃないのかもしれないんですけど、ロックフェスとかではやっぱりアウェイとして扱われたりとか、まあそういうのが多いけど、そこをがっつり跳ね返していくっていう、まあ社長のスカイハイがね、師匠筋というか、もう師匠のスカイハイがずっとそういうアウェイを跳ね返して力をつけてきた人なので、まあそこのほぼ直弟子と言っていい BE:FIRST はアウェイ跳ね返す力っていうのは社長から受け継いでいるだろうと思うし、なんだったら多分心構えとかやり方とかも社長からもともと聞いてるかもしれませんしね。はい、っていうことでございました。はい、いやーよかったですね。45分経ってたらしいですからね。うん、やばいですよね。
とにかくすごいステージを見せていただけたというところで、配信でもすごくぶち上がりましたが、現地の人たちは本当にぶち上がったでしょうね。はい、っていうことで、なんか本当に圧倒されてペンラ振るの忘れてたみたいな人もいたらしいんで、だからまあ現地のその感覚もしね、なんか気になった人いたかもしれないけど、まあそういうことだったみたいなんで、まあそこは普通に嬉しいなと思うしね。はい、っていうことで、 BE:FIRST のライブね、見るときはまあ結構みんな出てる私など含めね、ライブ行ってるベスティでもね、やっぱり毎回新しくなってて進化してるから毎回度肝抜かれてますからね。そこはもう否めないところなので、それは初見の方は度肝抜かれまくるのは致し方ないところだとも思いますよね。はい、というわけでございましたね。いやいやいや、まあ仕事終わってまあ花粉にやられるっていうね、ちょっと副次的なものがねありまして、声がこんな感じですけれども、いやー良かったですよ。はい、でまあ他にもね、マーゼルの話はもうしましたけど、ちょっとね XY 久々に見て、それについてもね、語れればっていうところありますんで、またちょっと時間経ってから語らせていただきますね。うん、まあ時間経ってというか、そんなには時間取んないけど。はい、というわけで、まあね、レオくんのね、ラビットの出演のやつとかもあったり、あとね、ソータくんのね、テレビの話ちょっとさっきあったんですけど、まあ今回はちょっと話ずれちゃうんで言いませんが、もろもろまた、BE:FIRST としてもそうだし、ソロとしてのやつもね、またいろいろとありますから、ぜひぜひ彼らの動向を追ってまいりましょう。はい、それでは失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきましてありがとうございます。はい、私グランパンパース BE:FIRST ドームツアーも見ることができまして、ありがたいことにとっても今気分が上がっております。私グランパンパース現在登録者数2万人を目指しております。理由といたしましては、ボーイズグループ J-POP カルチャーを世界にというところで、私も情報を提供する人間として自覚といいますか、そういったものも生まれてまいりました。新規の方が来ていただいた時に、登録者数が多いと単純に数字が多い方が信用できるっていう風に皆さん思うので、だからそういう意味合いで新規の方が来ていただきやすいということになって、その分良い情報を提供することがいろんな方に広くできるようになるという、そういう利点がございます。というわけで、そういう形で登録をしていただければと思っております。 YouTube 登録でご心配される方もいらっしゃると思うのですが、 YouTube の登録は無料ですし、そこに登録したからといって変なサイトに誘導されることは一切ございません。仮に私の動画が合わなかったというふうに思った場合、解除していただいても私の方にも一切通知が来ませんので、全く大丈夫でございます。はい、なのでよろしければと言いますか、ぜひ登録してない方は登録をポチッとお願いできればと思います。すでに登録してくださっている方は本当にありがとうございます。というわけでね、今後とも精進してまいりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。それではまた。